いるかー、ゆな。アイダホだぞ、の心。いないです。着替えてきてくれはったんですね。そのコーディネート、もう見せてもらっていいかしら。う、アイダホいるじゃねえか。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2022年11月1日火曜日の午後4時48分です。では本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。アイナトーン住民一同でお客様を歓迎しましょうね。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで11月だ。いやもうちょっとハロウィンの名残がめちゃくちゃ残っとるけどその辺はまあお気になさらず、そのうちねおいおい片付けていくとしてうちの島はみんなルーズってことでね、めちゃくちゃ残っとるけど気にしないでください。あ、アイナくん、ちょうどよかった。君に言っておきたいことがあるんだ。何かで読んだんだけど、素敵な大人になるためには、出会いも別れも必要なんだって。だから僕、この島を出て、どこかよその島にお引っ越しすることにしたんだよ、弟子。アンチョビなー。いやー、でも今はまだ違う。言っちゃダメ。え、ダメなの？そっか、アイナくん、僕がいなくなっちゃうと寂しいんだ。分かったよ。君がそこまで言うなら僕を引っ越しするのやめるよ。アイナ島で君と一緒にもっともっと遊ぶぞ、弟子。いや、もっとね、それを言ってほしい子がいるんだよ。あら、ご機嫌いかが？素敵ね。おしゃべりしよう。私、今日はまだまだやりたいことが山積みなのよね。素敵ね。確かに、それは素敵っすね。よ、アイナ。どうだい？気合入った？立ってね。何か聞かせて。ペペロンチーノって叫ぶと、なんでか気合が入るんだよね。食べたいわけじゃないんだけどさ、立ってね。なぜ？気合入るか、全然入りそうな感じせんけど。よう、元気いっぱいだなってか。何こんなとこに座ってサンドイッチ食ってんだ。天気がいい日は心なしか、体の調子もいい気がするんだよなってか。まあ確かにね、夏場とかやったらあれやけど、秋冬になったら、晴れとる時に外おったらなんか気分いいよね。あら、皆さん、こんにちは。今日もデザイナー修行のためお邪魔させてもらってます。よければまたいつものようにコーディネートを見せてほしいんです。今回見せてほしいのはメルヘンなコーディネートです。ふんわりした雰囲気の可愛いコーデや、童話や絵本の世界に出てくるようなファンタジーっぽい格好を見せてください。参考用としてメルヘンのイメージな服をお渡ししておきますね。ふんふん。リボンの学生服です。学生服？メルヘン？私の中ではこれがメルヘンのイメージなんですが、どうぞアイナさんのセンスで自由にコーディネートしてみてください。私はここにおりますんでよろしくお願いします。え、めちゃくちゃメルヘンって聞いて一番に思い浮かんだのがお姫様っぽいドレスなんだけど、なぜ学生服？メルヘンかな。ドレスか、アリスみたいな格好。さーて、お着替え。木製クローゼットで着替えようかな。着替えましょう。それじゃあ、とりあえず。いや、私のもうメルヘンじゃない。メルヘンってさ、もうダントツこの辺なんやけど、アントワネットなドレス。違うの？違うんすか？あとはね、この辺、不思議なワンピース。絶対そうやろ。確実にそうやろ。いや、これでいこう。メルヘンのやつ。それと、こんな感じでよき。で、髪型変えてこっかな。これで、まあ、いいでしょう。OK。で、髪型。木製の姿見でイメチェンしようかな。しましょう。んで、髪の毛を、どんな感じ？まあ、普通に、この辺とか？あ、これぐらいでいいや。これぐらいで、ちょっとウェービーな感じね。え、めっちゃ良き。ん？いるか、ゆな。アイダホだぞ、の心。
いないです。アイナ、オイラだぞ、いたら返事してくれよの心、いないです。いないよいないよ、私はいないよ。であれやろ、おらんなったと思って家の外に出たら待ち構えとるっていう恐ろしい。なんか音が聞こえたか、気のせいか、いないのかな。チェ、じゃあ帰るかの心、シャー嫌なやつ。いやめっちゃいい感じだな。ま、金髪にした方が良かったかなとかは思うけど、あのね、ディズニーのアリス的な。ま、ここは私として。こんな感じでどうでしょう。着替えてきてくれはったんですね。そのコーディネート、もう見せてもらっていいかしら。う、アイダフいるじゃねえか。オッケー。ありがとうございます。早速見せてもらいますね。うんうん。なるほど。どうすか？まあ、こんなに完璧なコーディネートは見たことがありません。身につけているアイテム一つ一つがメルヘンというイメージを形作っていて素晴らしいです。ほんまに皆さん抜群のセンスをお持ちですね。さすがです。お気に。お礼の仕立てやクーポンは後でお家に送っていきますね。ぜひ今度使ってください。あとこれもどうぞ。私がデザインしたものなんですよ。気に入ってもらえたら嬉しいです。ありがとう。何？ケイトのサングラスです。これも私が手掛けているブランドのアイテムなんですよ。ぜひもらってください。今、ケイトさんがつけてるやつかな。できたばかりの新作なんですよ。今後仕立て屋並ぶようになると思うので、よかったらまた見てくださいね。いつもほんまにありがとうございます。また来るときもよろしくお願いしますね。ちょ、一瞬つけてみよう。ケイトのサングラス。シャギン、あ、全然違う。全く違った。ねえ、そのサングラスが欲しい、そのサングラス。見て、目にめっちゃ柄ついてんだけど。絶対邪魔やんね。そんなこともないんかな。さっき何用できたんすか。こんにちは。相変わらず元気そうだな、の心。おしゃべりしよう。おいら、筋肉に毎日話しかけてるんだ。そうすればなんとなくよく成長するような気がしてさ、の心。筋肉的な感じかな。筋肉めっちゃ筋肉に話しかけおらん。あ、そうそう、今日はキャンプサイトにお客様が来とるって言ったよね。誰が来とんやろう。あ、キノコ生えてるよ、キノコ。キノコの季節がやってきたね。で、待って、木を揺すったらどんぐりとか松ぼっくりが落ちてくる季節にもなってきた。どうも。あ、かわいい。サバンナ。どうもお邪魔しております。サバンナです。この島に住んでらっしゃる方ですか？私、ここにはキャンプできたんですけど、すごくいいところなんですね。少しの間ですけど、お世話になりますってば。え、かわいい、おしゃれなお姉さんって感じね。キャンプでの楽しみ方って、いろいろありますけど、天体観測もいいですよねってば。いいな、うちの島に来ない。まあ、満員なんですけど。一人でキャンプをしていると不思議と自分と向き合えるんですよね。あ、こんな風に声をかけていただくのは大歓迎ですよ。寂しい瞬間もありますからってば。あれなんかな、やっぱ自分から出ていきますって言わんかったらこっちから追い出すことは。私こう見えてテントを張るのが得意なんです。アウトドアの入門書でしっかり勉強してきましたからってば。いいね、キリ。てかさ、こうやってやってくるキャラクターによって、なんか持ち物とか変わればいいのにね。空気もいいし、空も綺麗ですから、素敵なポエムができそうな、そんな予感がしますってば。ポエム。素敵ね。ビアンカ的な。一人でキャンプをしていると、不思議と自分と向き合えるんですよね。あ、これはさっきと同じか？ですね。普通に読みよって気づかんかった。今日はテントの中で読みたかった本を思いっきり読むつもりなんです。あー、すごく贅沢な時間で幸せですってば。てか来てくれたキャンパーはさ、こうやってテントの中におるだけじゃなく島をうろついていただきたいよね。キャンプしにやってきてずっとテントの中にいてどうすんだ。島をちゃんと探索したり楽しみなさいよ。今日もルーシーはお家の中にいるんだな。あれ、ジャージ着とったっけ。
は、これは5時にあったよ、5時。ちょうど5時。あ、そうよ、私、新しい髪型を増やしたいなと思いよってさ。ちょ、久々に向こうの島へ渡ってみよう。カットリーヌ、カットリーヌ。これやったっけ？よね、ファニーの島よね。オッケー、到着しました。私はここでスタンバイしてますから、お帰りの際は声かけてください。ほいほい。あれ？カットリーヌそこにいるんだけど。ねえ、髪は？髪型は？あら、いらっしゃい。ゆっくりしていってね。髪型は？もう終わりなんですか？もう終わりなの？聞いてないんですけど。そんなこと聞いてないんですけど。何？怖い。なんで、え？怖い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 、何あの被り物。え、めっちゃ怖いんだけど。何それ。見ないでこっち。どんどんぐり。わしはかつて一世を風靡したどんぐり界のレジェンド、どんどんぐりじゃ。今年もわしの季節がやってきたぞい。おやお前さん、懐が少し寂しくはないかね。ふぺふぺふぺ、このどんどんぐりがお前さんにどんぐりをやろう。どんぐりで懐が温かくなりますかね。リスじゃないんだけど。ありがとう。して、今日はこのどんどんぐりに何か用かな。いや、あなたのことは知らないんですが。なんでもないです。それじゃあまた遊びに来るんだぞ。え？亀山さんですよね。亀山さんですよね。何あの被り物、めっちゃ怖いんだけど。ねえ、あの被り物私も作れる？仲良さげだな、二人とも。あら、いらっしゃい。リメイクの依頼なら、カー君に相談してね。よう、リメイクしようか？私なんか今持っとったっけ？ああ、任せら。で、どれをオーダーするんだ？ハンモック。このマークがついてるやつは、新しい、リメイクができるってこと？自分とこでやるようなんじゃなくて。ん？そうじゃなくて普通にリメイクができるってことかな。今これ？あれ違うよね。これか？ホワイト。おー、なるほど。どうしよう。ホワイトで、ハイビスカス。めっちゃ浮かれたデザイン。一丁上がり。ありがとう。いい感じだろ。また何かあったら持ってこいよな。無料なんすか。素晴らしいね、サービス。めちゃくちゃ素晴らしいサービスじゃねえか。てかずっと目の前におってもあっという間に作業に戻っていくんやね。寂しい。めちゃくちゃ寂しいぞ。これはこれは、どうもアイナさん、ようこそいらっしゃいました。ささ、どうぞ。ここの東西に珍しい品ばかりですよ。じっくり選んで決めてくださいね。くじを引かせてください。素敵な景品が当たる稲荷くじ。からくじなしで1回たったの500ベル。今日の運試しにやってみましょう。やりましょう。毎度、ほな1枚引いてくださいね。どれどれ。はい、3番、若草のセンスの当たり。若草のセンス、この調子でもう1回いっちゃいましょう。500ブレですけど、どないです。いや、いいっす。ほな、また引きに来てくださいね。てか思うんやけどさ、現実の1番くじめっちゃ高くない？超高いよね。何事だあれ、マジで。え、昔400円とかじゃなかった？違ったっけ？思ったよりちっちゃかった。でも可愛い。パタパタパタ。あ、おしっぱにしとったらずっと仰いでくれるんやね。めっちゃ可愛い。よっきー。この辺の草とかって引っこ抜けんか。あ、そうよね。ここのレイアウトできんもんね、私。いや、衝撃だわ、どんどんぐり。めっちゃびっくりよね、あれ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。てかさ、神山さんは何、定期的に何か被るの今の季節やけんってことやろ、どんどんぐり。